はい、どうも皆さんこんにちは、モーシンです。今回は初めてちょっとね、外から撮ってみようと思います。まあ、そば分析とニュースの配信いつもにやるんですけど、ちょっとせっかくなんでね、この外からお届けしていこうかなと思います。今ね、この香川県高松市、すごいこの再開発が進んでて、まあ、こんな感じでね、まあ、海辺沿いすごい綺麗な街なんですけど、声とかがね、風が入ってうまく聞こえないかもしれませんけど、ちょっとそのあたりは、お聞きにくい部分があるかもしれませんが、ご了承いただければと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築やっております。インスタ、ツイッターとかでも最近ね、情報発信、積極的にやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。それから本編に入るまで1点だけお知らせで、この動画にですね、またスポンサーさんついてくれておりまして、皆さんもご存知のノード VPN さん、まあ、仮想通貨やり始めてネットのセキュリティをですね、向上させたい方はぜひチェックいただけると思います。1分ほど紹介動画流しますので、もし興味のない方はそれ1分ほどですね、スキップしていただいて本編から見ていただければと思います。それではノード VPN さん、どうぞ。暗号資産にはハッキングリスクがあります。なぜかというと、常にネット通信を使うからですね。一番危険なのはフリー Wi-Fi、 それから怪しいファイルのダウンロードです。なので、ネット通信を暗号化してトンネル化して外部から見れないようにする技術、 VPN が必要なんですね。様々な VPN の会社がありますが、僕が愛用している NodeVPN は怪しいファイルからのウイルス侵入まで阻止してくれます。世界最速だったり、1契約で6台のデバイスを保護できたり、世界に5500を超えるサーバーを持っていたりと、様々な利点がありますが、皆さんが不安に思われる一つの要素に、操作が難しそう、そういった懸念があるんじゃないでしょうか。操作は全て日本語対応で、高校生の時に英語のテストで0点を取ったことがある僕でも、ストレスフリーでサクサク操作することができます。まずは携帯アプリ、アプリを立ち上げてクイックコネクトを押すだけです。設定の方で Wi-Fi に接続する時には常に VPN を経由するという設定もできます。続いて PC、 僕がいつも使っている Google Chrome では、ノード VPN を拡張機能に追加することができるんですね。なので、メタマスクや取引所へのアクセスの際は必ず VPN を経由して接続するようにしています。こんな感じで、もう操作性がめちゃめちゃいいっていうところも、ノード VPN を選ぶ一つの要素になっています。ということで、今回もね、特別クーポンをいただいております。2年プランが大幅割引プラス1ヶ月間無料のクーポンをいただいておりますので、ぜひ以下の概要欄からチェックをいただければと思います。風が強すぎるので部屋に戻ってきました。ちょっとこのマイクじゃ無理でしたね。はい、またマイクを買って、次回外で挑戦したいと思います。ということで、ノードさん、今ですね、サマーキャンペーンっていうのをやっていて、8月15日までやっているそうですね。まあ、2年間プラン大幅割引なのと、30日間の返金保証がね、ついているということですので、詳細に関しては以下の概要欄に、全部貼っておりますので、ぜひチェックをお願いいたします。はい、じゃあまずは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思うんですが、ビットコイン、イーサーの方がちょっと大きく下がってますね。その他、まあ、全面的に下げたような状況です。はい、これに関して、まあ、要因をね、見ていきたいと思います。まずはね、株式市場どうなったかというと、日経平均に関しては 0.16% ダウンということで、まあ、微下げっていう風な感じですね。ロイターさんの記事見ていくと、やはり今日から始まる FOMC で、まあ、それ前にですね、様子見ムードになっているという状況ですね。なかなか動けないという風な状況となっています。世界の株式市場を見てもう、まあ、ほとんど動いてないです。アジア市場に関しても、まあ、欧州に関しては利上げみたいな感じにはなっていますが、まあ、引き続きやっぱり目先に関しては FOMC 前に横ばいになるか、もしくは売り叩かれるかっていうね、リスク回避売りですよね。はい、そのあたりがやっぱり焦点になってくるんじゃないかなと思っています。で、実はね、今週めちゃくちゃ重要な経済指標発表が相次ぐんですね。 FOMC だけではなくて、今日のですね、23時からは新築住宅の販売件数ですね、これもちょっと前月期からだいぶねダウンするっていう風な予想になっているので、ちょっと動向心配ですし、で、明日ですね、27日の水曜日27時に FOMC、27時半にパウエルさんの記者会見。はい、問題なのは7月の29日ドイツ、それからユーロ GDP 発表されます。で、ここですね、21時半から個人消費支出、PC ですね、コアデフレーター、このあたりが、まあ、インフレのですね、指標となりますので、超注目されてくるということですね。まあ、この辺見るとインフレも高止まりのね、予想になっているんじゃないかなと思うんですが、まあ、今週のある程度重要な、ね、経済指標を見ていくと、今後、まあ、秋ぐらいまでにかけてのですね、道筋、それから、FRB がどういう風な金融引き締めをやってくるかっていうのがある程度明確になってきて、トレンドも出やすくなってくるんじゃないかなと思います。それはダウンなのか、それともアップなのかっていうのは今の時点でははっきり言って分かりませんが、そこに向けて一旦ポジションを減らしているっていうのが今の状況だということですね。はい、もうこれは予想しても仕方がない部分がありますので、しっかり今ですね、チャートを見ながら
そして明日のですね FOMC にかけてどういうふうな動きになるのか、このあたりをねしっかり見極めた上で判断していかないといけないかなというふうに思います。はい、じゃあここから仮想通貨関連のニュース、まず一つ目に関しては、仮想通貨というよりはアメリカの経済、それがクリプト市場に与える影響みたいなところなんですが、アメリカの政府はですね景気後退を回避するために景気後退を再定義します。これどういうことかというと、これまでの考え方でいくと実質 GDP が2四半期連続で続いていくことで景気後退を定義していたわけなんですけども、今回アメリカ政府はこの2四半期連続の GDP 低下では景気後退は示せれませんっていうことを言ってきたんですね。労働市場、消費者支出、企業支出、工業生産、所得などのデータを総合的に判断して決めていかないといけないっていうふうなことを述べたと。なので第1四半期の GDP が減少、それが第2四半期に続いたとしても、これが景気後退を示すとは考えにくいってことを言ってきたんですね。しかもこのタイミングに言ってきたってことは、今回の GDP、 今週発表されるアメリカのね第2四半期の GDP も良くない数字が出るっていうことを示しているんじゃないかということが言われているわけですね。木曜日にね発表される GDP ですけど、この数字はですねわずか 0.4% の増加を示すということが予想されています。これがね予想から乖離するかどうかっていうところを今週本当に注目していかないといけないかなと思っています。こういった重要指標が相次いでいるので、仮想通貨市場全体が、リスクオフムードになっていると。もちろん株式市場も同様ですけど、そういうふうな状況だということが言われています。ただこういう報道が出るってことはある程度ね GDP も悪いっていうことが予想されているし、 FOMC に関しても 0.75% の利上げじゃないかっていうふうな予想がされていますよね。一応今回の FOMC では、0.75% の利上げを予想している人が確か8割ぐらいだったと思いますね。で、1% の利上げを予想している人は確かね専門家の中で2割ぐらいいるっていうデータがどっかのニュースで出ていたような、ね、気がするんですけれども、本当に 1% とかになったらね予想外れるわけですが、 0.75% になると、ある程度予想通りっていうことで、その FOMC 通過後、今週を通過した後に関してはある程度リスクを取りやすくなってくる可能性もあるんじゃないかなと思っています。本当にどう受け止められるかっていうのは分かりませんが、ちょっと今週はですね気を引き締めて相場に当たりたいところですね。はい、それから別のニュースですね。仮想通貨関連のニュースですが、ブルームバーグでコインベースをアメリカの SEC が調査しているというニュースが今日入ってきています。仮想通貨の上場をめぐり、そのインサイダー取引疑惑ですね、で元商品マネージャーらを提訴しているということで、その取り調べに来ているということが言われています。やっぱりコインベースっていうのはアメリカのもう代表する取引所なわけですね。なので SEC が仮想通貨を規制を強化していくっていうことで、まず目をつけるのはコインベースということですね。過去にも、コインベースと SEC いろいろ対立をしている過去がありまして、去年のですね9月の21日に関してはコインベースが暗号資産を貸し出すことでリスクが得られる金融商品をローンチする計画をしていたんですが、SEC からの横やりによってこの計画を棚上げしたとか、そういうふうな過去もあるわけですね。今回はインサイダー取引で提訴したということなんですが、昨日の動画でもお伝えしていた通り、そもそもビットコイン以外の仮想通貨が証券だということを SEC のゲンスラー委員長はですねもう言っています。なのでそこに対してメスを入れてくる可能性も十分あります。ただ今更感は否めないので、なのでもう無数にある仮想通貨を今からどうやって処理していくのかっていうところに大きな問題は出てくるんじゃないかなと思いますが、とりあえず SEC のゲンスラー委員長もですねバイデン大統領から指名されていることなので、今必死になってね対応に当たっているという状況なんじゃないかなと思います。そんな中で今日のコインテレグラフのニュースの中で、ステーブルコインに対するリスクに対処するアメリカの法案、これがですね一応今月草案が出る予定だったそうなんですけども、これが9月にずれ込む可能性が指摘されたということが報じられています。ウォールストリートジャーナルの報道によると、この問題に詳しい人々に関しては下院議員が27日の委員会に間に合うように草案を完成させることができなかったため、ステーブルコイン法案の投票を9月まで延期させる可能性が高いということを述べたということですね。なのでちょっとアメリカの方ではこの審議がですね遅れている、2月だったり6月にもそれ関連のですね法案が上がっているんですが、それ自体を議員たちは先送りしたりとか合意に至らなかったりとかっていう経緯があるようですね。その中で今回も遅れてくるということですので、ちょっと難航しているっていうところがよくわかるかなと。一方イギリスでは政府内が揺れ動く中、議員たちがステーブルコインの法整備を進め続けているようですね。直近にね海外のニュースでも出ていましたが、決済手段としてステーブルコインを合法化する検討を始めたという報道もあったりとかして、一方そのイギリスの方では結構進んでいるということですね。世界各国動いている中で、もちろんアメリカも遅れは取れないと思いますので、ここからどんどん進めていく中でちょっとね雑
な議論になって過疎化市場に影響を、ね、与えてくる、負の影響を与えてくるみたいなことがないよう、しっかりこういったニュースをですねチェックが必要かなと思っています。ということで今日はもう本当に大事なニュースっていうのがあんまりないので、総分析の方にねしっかり力を入れていきたいと思います。まず、その前にですね、今の板の状況を確認していきたいと思います。ビットコインのオーダーデプスを見ていくと、売り板買い板割と拮抗していますね。今ビットコインの価格が2万1000ドル付近なんですけれども、その上のですね売り板買い板ある程度大きさがですね拮抗しているかなというところで、買い板に関しては2万500付近が意識されています。売り板に関しては、21,700-800というところ、はい、こういった価格帯を抑えて相場分析の方に入っていきたいと思います。まずビットコインですね、今日はちょっとね昨日からまあ下げてきました。今がですね2万1000ドル付近ということで、まあ、ここの2万4000ドルタッチから抵抗されて、まあ、下がってきたというふうな感じですね。まあ、先週大きく上がっていたんですが、週の後半から下がってきたというふうな状況となっています。で4時間足で見ていくと、今ですね2万1000ドルなんですが、さっきの2万500っていうところがどこなのかというと、この付近ですよね。一応ラインを引いていくと、まあ、この辺ですよね。はい、なので一応サポート、レジスタンス機能しているようなポイントなんですが、ここでまあ一旦ですねどうなるかっていうところ、ただここまで落ちてくるとなるとやっぱり上がったところもですね厳しいですよね。この高値切り下げラインだったりとか移動平均線は完全にデッドクロスですので、4時間足レベルで短期的にはやっぱりね重たい展開が続いてくるというふうに、現時点ではね見えるかなっていうところですね。はい、あの MACD もプラス域でずっと動いていたんですが、ついにマイナス域突入しております。それから RSI に関しても、まあ売られている状況が示唆されていますので、ちょっと弱気ムード今ねやはり続いているかなっていうふうな状況です。まあそういった状況の中で今週 FOMC が開かれて、政策金利がですね発表されてくるんですけど、予想通りになった場合はやっぱりこの辺りで下げ止まって、まあ、もう一回ですね上値を試してくるっていうふうな動きになるんじゃないかなと思っています。で予想を上回るような何かネガティブなサプライズがあった場合は、やはりそこからですねセリクラにつながってくる可能性もあるんじゃないかなと思っていますので、ちょっと直近ねその警戒感は強めておく方がいいかなと。あの昨日見た通り、この1万8800ドル付近までの下落っていうのは考えておかないといけないし、そこまで下がるとこれ抜けたらですね一気に貯金安値だったりとかもっと下がる可能性ももちろんあるかなと思っています。非常に先行きがね不透明っていうふうに見られると、大きな売り圧の中で既存のロングたちも生産させられて大きなセリクラに入ってくるっていう可能性で、それが本当の底になるっていうふうなねシナリオはまだね捨てきれないと思っていますので、しっかりそのあたりですね警戒しながら、まあしっかり下がった相場は変わらないといけないっていうだけなんですけれども、まあ、そういったところ意識が必要かなというふうに今のところは思っています。でイーサもまあほぼ同じですね。ボックスで動いていたんですが、この1500付近抜けたところから一気に下がって、今が1400付近まで下がってきてます。まあ、ただね移動平均線のその形状というかテクニカル的にはそんなまだですね悲観になるような状況ではもちろんないですよね。下には20、50のサポートがあって、ここで下がってきたところで、まあ、反発していけば通常のこう上昇トレンドの中の一旦の戻しだと、そういう全然許容できる範囲のですね下げかなと思うんですが、もちろん FOMC のですね決定内容によっては、このですねボックス内にまた下がってくる可能性があると。でやっぱりこう揉み合った相場、そこ付近で揉み合った相場で一回行こうとしてダメだった相場が全戻しされた後っていうのは、結構な確率で元々の安値を超えていって、こういう風な動きになることって結構あるんですよね。要は行ってこいの相場が行ってきすぎみたいな、元々の価格をも割ってしまうっていう風な流れになることって多いんですよね。まあ、その原因としてはやっぱりここでロングを持った人たちが一斉に損切りさせられて、すごい勢いで下がってくることによって、ショート勢もまあ巻き込んでくるっていう風な動きだと思うんですけども、まあ、そこを考えるとやっぱりこの1250ですね、この中にまた入ってきた時っていうのはちょっと警戒感を強める必要があるんじゃないかなと思っています。はい、もう本当に FOMC 次第ということで、ちょっとまあ短期的なところは弱いですよね。はい、あの以前から言っていましたけども、まあ、イーサに関しては一旦1350付近までは、まあ、あの下がるんじゃないかなというふうに、ね、言っていたと思うんですが、まあ、そこまで今のところだと下がりそうですね。その後もうここまで下がっていますので、やっぱり FOMC までは短期的に上昇したとしても、この移動平均線テクニカルに抵抗されて売り叩いてこられて、引き続き下を目指すというふうな展開で、おそらく1200付近この辺りの価格帯で FOMC を迎えて
勝負の結末が出るみたいな、そういうふうな僕はイメージをですね勝手にしているんですけど、まあ、少なくとも短期的にはちょっと弱気なので FOMC にかけてちょっとまあ売りの戦略を立てるっていうのも一つ重要なのかなと思ったりはします。はい、で XRP も結構下げてきましたね。今32セントということで、これもまあ30セント付近が歴史的にも非常に意識されているんですね。はい、あの日足で見ていっても今ちょっとプラス域にやっとねマクリ入ってきたところでデッドクロスですし、 RSI も50を超えたところで一気にまあまた40台に突入してきましたので、かなりこう悲観的なあのリスクオフムードになっているということですね。今回のまあ上昇によってここのラインがめちゃくちゃ意識されているということだけは分かりました。38セント付近ですね。ただもう一回チャレンジしていく中でここを超えれば一気に形勢逆転という可能性が出てくるんですけど、まあ、今短期的なところを見るとそういうわけにもいかなさそうですね。まあ、30セント付近で FOMC を迎えて、これ抜ければ結構な暴落につながると思いますし、もう一回上昇を迎えればですね、移動平均線のサポートによってこの38セントも抜けてくる可能性は十分考えられます。でここをちゃんと次ね FOMC 後に抜ければそれは先行き的にもですね非常に明るくなるんじゃないかなと思いますので、そこが今週のですね注目ポイントになろうかなというふうに思っています。ユニスワップに関しても、まあ、直近ね結構下がってきましたね。今が 6.6 ドルということで 7.58 を抜けられずに下がった相場が今の状況だということですね。ただまあ一応今 20MA とこの上昇の平行チャンネルの下限値ラインが、サポートに回っているという状況です。で移動平均線もこうゴールデンクロスを完成させていますので、一応今はあの短期的に6ドル付近まで下がる相場は考えておかないといけないかなと思うんですが、基本的にはここはサポートされる可能性が高い局面だと僕は思っています。もちろん FOMC 次第っていうところはあるんですが、テクニカル的だけに言うとまだあの下がってもですね全然こう買っていけるような相場じゃないかなと思っています。なぜかというと、出来高がですねちゃんと上がってきてるっていうところ、それから RSI もまだですね50を割っていないんですね。非常に強気の中での今の一旦の調整だということで、ちょっとここは高値が抑えつけられすぎたっていうところは気になるところではあるんですけど、まあ一旦6ドル付近で止まってそれを割るんであればまたガクッとですね下がる可能性があるので、そのあたりが警戒のポイントになってくるかなというふうに思っています。はい、それからイーサリアムクラシックなんですが、こちらもね高値を抑えつけられて一旦下を選んだんですが、下げ幅そんなに大きくはないですね。移動平均線のゴールデンクロス今から完成させてきて出来高も上がってます。なのでここでサポートされて24ドルですね、この辺りを抜けてくると移動平均線全部日足レベルで抜けてくるっていうことになりますので、相当大きな上昇につながる可能性があります。 FOMC まではそういった大きな展開は見られないんじゃないかなと思うんですが、 FOMC が予想通りで、かつパウエルさんも結構、強気なですね発言をしなければ割とですね上昇していく可能性はあの高いんじゃないかなと思って見ています。最後にですね、アトムに関してはあの明らかに違う動きをしていて、今日はですね 4% アップしているんですね。でこれ見ていくと直近ではまあ下がっていますけれども、ここの緑の歴史的にこう意識されたラインですね、ここでしっかりサポートされて上がってきていると、反発しているような状況も見て取れます。ここからちゃんと反発することができれば大きな目線で見た時のこういう逆三層の形になっていきます。一方ここ上昇ができなければこの移動平均線また下げ込んでしまって一気に悲観ムードになってくると、逆三層否定で一気に崩れてくるという風な可能性もありますので、ここが本当に FOMC を控えた注目のポイントになってくると、まあ、歴史的にもねここのラインって意識されてますので、この 8.5 ドル付近、今は 9.3 ドルですけど8ドルから9ドル付近でちゃんとこうね下げ直ることができるかどうかっていうところが今週の注目ポイントになるんじゃないかなと思っています。はい、ということで今日の動画はですねバタバタしましたけれども、一応今のですね、状況、まあ、6通貨7通貨ぐらい見ていきました。あくまでやっぱり FOMC 次第、それからアメリカの経済指標 GDP とかもね今週発表されますけど、逆に言うとこれだけやっぱり注目が集まっている中で予想通りの指標数値が連発すれば、それはですね想定済みでもう価格に織り込まれていると思います。特に今仮想通貨市場下がっているっていうことは織り込みに来ていると思いますので、予想通りになった瞬間にまた買いがあの戻ってくるっていう風な可能性がね、あるんじゃないかなと思ってますので、そのあたりはしっかりね、今週チェックが必要かなと思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。We'll be right back.